目の出来事。当たった臭い。ここ。あお。あれ。あ。あれ。ちょっとよ。うん、無理かな。もう無理だろ。どうしようか。開いてないんだよな、もう。やじきた。当たるまで打てるかどうか分かんないけど、抜けた後50ゲームで106、まあ、一周はしてるってことかな。一応一回当ててな。一応スプラッシュがあるけど、各選手の準備も整い、レーススタート。まずは3人が抜け出し、最初から倒れちゃった。各選手、軽快な走りです。さあ、勝利が続いてくるぞ。あっ、大波乱。あれ、これ当たるね。両サイド潰れたね。いや、あるぞ。あるよ、あるよ、ある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 、全然ある。ね、おあんなの俺多分、まあ、やじきたまあまあ打ってるけど、多分2回目とかそんなレベルだぞ。あんなの、揺れが激しいね。おっ、ごめん、いいぞ。おっ、この時点で 50% ぐらいあるんじゃなかったっけ。それでは早速、今回のコースはこれだ。各選手の準備も整い、あ、危ない、難しいな、これ。最初のカーブに突入だ。あっ、真ん中にこいつがいる。これいいんじゃない。あ、これ今度こそ当たるわ。これはさすがに大丈夫だわ。大丈夫、大丈夫、全然大丈夫だ。ほら、あ、勝った。え、が北さんか。はい、全部で第8枚ね。8万。レアなの米かな。あ、そうだよ。からの。
当たらないで終わるかと思った。おー、だった。よしよしよし。ここで乗せるしかないわけだからね。外れとるよ。よし、ファッション広角にいるのであれば、頑張りどころだ。基本ね、ワッショイ広角に上げて、ワッショイチャンスをバカみたいに連打させるということができないと基本的には増えないんだね。これで押し進めるってあんの？よしよしよし、花満開、咲かせてみせます、アカメちゃん。これこれ一撃になって300とかあるからね、終わんなよ。あれ 50% ぐらい継続率だったんじゃなかったっけ。まあ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 いいけど当たったから。流されるでやつ。あ、当たってた。さっきのスイカかな。俺5000枚ぐらいあるんですよ。この時はね、このワッショイチャンスがもうこの時100連ぐらいしたいな、そういう展開だったんだよね。延々続いたからね。外れが連続するとアマテラス降格の抽選をしてるけど、3連で確定なんだけど、実際ね3連は難しいっすよ。で2連で6回に1回ぐらいいくのかな。あ、当たってる。乗せないね。これ行ったね。3連は確か乗るはず。はいはいはい。
こっからはまあまあそんな続くもんでもないけど、はい、ああそういうことか、今の外れ、今ナビ矛盾ってことだね。いるんじゃないか。あ、そう、スパレモン近く。だからこのワッショイ広角を引っ張りつつ、このボラスにゲームス乗っけていくっていう、ね。それを延々続けるって増やす台なんですよ。あら、もう抜けちゃったかな、これ。あー、抜けたっぽい。あら、いるか。あ、当たった。よしよし、抜けてなかった。なんだよね。頑張り次第。
予約が揃った時に食べちゃうからね。これわさび入ってるやつはスルーしてくれていいんだ。あー、これもうダメなんだ。でお茶がなくなるまでね。あー、ここも行っちゃうのは。あ、リプレイ大丈夫？あー、ダメだ。いや、これまずい。流れが良くない。で、安いのはもうスルーしてっていいのよ。おいおいおい、わさびばっかじゃないかこれ。ダメだよ。セーフセーフ、リプレイは大丈夫。赤はまあまあ、こういうのを当ててきたわけ。これとか俺とか。いらない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 、もうそういうのいらないんだよ。よしよし。あ、でもわさびがあるから、うん、あ、ここする、ここはする、ここはする、ここは出よう、ここは出よう。よし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 、うん、これは大丈夫、食べる。よしよし、スルーする。あー、でもあー、また。ただまあこっからは抽選なのかな。絶対終わるとは限らないんだ。まあ、ダメだろうね。あー、ちょっと物足んない。ただ本当はあそこでレア役とか行くと、寿司の偉い寿司に変わったりするんですよ。で皿が花火柄になったりとかね。で一発で100とかそういうのが乗ることもあると。もう視聴者触ってないか。あ、いる、多分いる。あ、当たってる、当たってる。あー、でももうゲーム数がねえ。いやー、弱い。いやー、厳しい。これじゃダメだよ。あ、あ、赤い。それでは早速今回のコースに挑戦。そして各選手の準備も整え。あ、赤に邪魔なのか。あ、これない話じゃねえな。レーススタート。まずは3人が抜け出し、一人脱落するもんね、これ。ほら、あれ、ありそう。あら、リードされてる。あれ、頑張るね。3セットぐらいいけるぞ。まだよ、まだまだまだ。いやー、弱い。
あれセット数だってこんな続くもんじゃないんですよ普通。そういう増やし方じゃないのよ。陸後から行った周期だったんで削れ具合だけちょっと確認して、あんま削れなかったらもう即やめしよう。いやー、やっぱ8万は使っちゃダメだよ。はい、実際終わりました。投資が3760枚、ちょうど第8枚ね。で流したのが1116枚で、結果マイナス2644枚。いや一瞬ですね、やっぱ両手見えたんですよね。で両手まで行ったらちょっとギブアップさせてもらおうかと思ってたら、目やじきた最後、まあ、ちょっと出てよかった、ちょっと出てよかったっていうか、あれもうちょっと頑張れたんじゃないかというのもあるんですけども、まあ、まあ大体片手ぐらいの負けに収まったと思えば、だって打った機種がビンゴとハーデスでしょ。まあそれはうん、展開一つも噛み合わない内容で半日やれば、そういう感じになっちゃいますので、まあしょうがないと。で敗因やっぱりね、浮き足立ってましたね。そういうね、期待感そのみなぎっちゃってる感じのところに来て、で朝からジャグラーに真っ先に行けるかっていうと、僕もやっぱねそこ若干まだ少年の心を失ってませんので、どうしてもね、大きいの狙いに行きたくなっちゃうわけですよ。で狙える時に狙っとくでいいと思うんですよね。やっぱこういう時にやっぱそういういっぱい出る可能性のある機種に行っとくべきなんじゃないかと。でましてや、俺あんな感じだからビンゴもハーデスも悪くなかったんじゃないかっていうですね。そしてね、あいにく秋田に続いて私も負けと、マリビンゴとね、マリモさん強いっすよね。基本的には強いはずなんで、一つマリモさん、そして次のその次のゲストはちょっとハテナということになってるんですけどね、流れを変えるようなですね一戦を交えてもらえればこれ幸いだと、ね、何の足しにもなんなかったですね僕はね、っていう感じでございます。状況確認しましたけども、まあ、この際どこからでも攻められると印象ですよね。まあ、こういう感じなんだろうなっていうのは、まあまあ来る前から分かってはいたんですけども、リーダーあるのは見ての通りでございますので、ぜひとも、絶対数っていうところをね、リーダーの絶対数が担保されたお店ですので、そこを一つも追い風に、できれば、大きいやつを目指してもらいたいと。となんかハーデスとかリンゴとか、まあ多分マリモさんもそっち系を打つんじゃないかとはまあ思うんですけども、ぜひね、流れを一気に変えるような引っ込んでくるような一戦をしてもらいたいと思います。私は残念無念という感じだったんですけども、ね、マリモさん次回お楽しみというわけで、この辺で失礼いたします。またお会いしましょう。さよなら。